日本の女性アイドルグループ AKB48 の楽曲。作詞、秋元康。作曲、伊藤慎太郎。振付、パパヤ鈴木。略称は、恋チュンまたは、フォーチュンクッキー。2013年8月21日に AKB48 のメジャー32作目のシングルとして、キングレコードから発売された。楽曲のセンターポジションは、 指原里野が務めた。楽曲は2013年5月21日から6月7日まで投票が実施され、同年6月8日に開票結果が発表された AKB483 セカンドシングル選抜総選挙の1位から16位までのメンバーによって歌唱されている。1位を獲得した指原里野が AKB48 のシングル表題曲で初めて、 センターポジションを務めている。楽曲タイトルにある、フォーチュンクッキーは、その中に運勢を表記した詩編が入っている歌詞で、おみくじクッキーとも呼ばれる。楽曲のシングル版は、タイプ A、タイプ K、タイプ B それぞれの初回限定版と、通常版、劇場版の7形態によって発売されている。また、AKB483 セカンドシングル、選抜総選挙で17位から32位。 33位から48位、49位から64位に選ばれたメンバーがそれぞれアンダーガールズ、ネクストガールズ、フューチャーガールズとしてシングル版のカップリング曲を歌唱している。シングル版のジャケット写真撮影はレズリーキーによるものである。またタイプ A、タイプ K、タイプ B のジャケットには福岡県よびその周辺の名物が散りばめられている。キャッチコピーは 恋中踊れば嫌なことも忘れられる。楽曲のシングル版発売日である2013年8月21日には、コナミのアーケードゲームダンスエボリューションアーケードへ配信され、ゲーム内のキャラクターが、指原リ乃の衣装を着て踊るというコラボレーションが実施されている。楽曲については、2013年6月8日に AKB483 セカンドシングル、 選抜総選挙での指原の1位が発表された後、秋元康総合プロデューサーから指原にメールで、タイトルがびっくり温度になったと伝えられたことを、同月13日の HKT48 劇場における公演で、指原自ら公表していたが、これは1位になった指原が、調子に乗らないようにと秋元が仕掛けたサプライズであり、同月23日に、 指原が自身が司会を務める AKB 映像センター内で正式なタイトルを発表した。同月29日に TBS で放送された音楽の日で初披露された。2014年2月3日にフジテレビで放送されたスマップスマップではスマップとのコラボレーションで披露された。リリースから2年後の2015年12月16日にフジテレビで放送された。 2015FNS、火曜サイザライブでは、アイドルコラボメドレーの最終曲として、SKE48、NMB48、乃木坂46、ケヤキ坂46、桃色クローバーット、私立恵比寿中学、チームシャチホコ、モーニング娘。15、キュート、アンジュルムの計10組、総勢99名の女性アイドルグループとのコラボレーションで披露された。 NHK 紅白歌合戦では、第64回と、第66回、第69回、第70回に歌唱されている。第64回では、紅白 2013SP、AKB48 フェスティバルの一曲として、第66回では、AKB48 紅白 2015SP10 周年、記念メドレーの一曲として、卒業生の前田敦子、大島優子と共に、 第69回では、タイの BNK48 と共に日本語とタイ語のミックスバージョンで披露された。2013年12月14日には、日本と東南アジア諸国連合の特別首脳会議に合わせ、帝国ホテルで開催された、ガラディナーにて同曲が披露された。また、文部科学省の留学促進キャンペーン、飛び立て、留学ジャパンに賛同する形で、 秋元康作詞による本曲の替え歌、飛び立て、フォーチュンクッキーが制作され、2013年12月15日に、早稲田大学で開催された、第1回号グローバルジャパンエキスポのイベント内で、披露された。2014年1月10日には、日本高等学校野球連盟によって、同年の第86回選抜高等学校野球大会、入場更新曲に選定された。 AKB48 の楽曲が選抜高等学校野球大会の更新曲に使用されるのは第84回大会の Everyday カチューシャ以来2度目となった。本曲は第55回日本レコード大賞において優秀作品賞2015年ジャスラック賞では金賞2016年ジャスラック賞では銀賞を受賞している。 AKB48 リクエストアワーセットリストベスト2 0 2 0 1 4で恋するフォーチュンクッキーは3位になった。AKB48 リクエストアワーセットリストベスト10352015では4位。AKB48 単独リクエストアワーセットリストベスト1 0 2 0 1 6では22位。AKB48 グループリクエストアワーセットリストベスト1 0 2 0 1 6では42位だった。 東京地下鉄が2015年6月から9月までホームページ上において駅の発車メロディに使用する楽曲のリクエストを募集した結果、日比谷線秋葉原駅のメロディに本曲が採用され、翌2016年の3月31日から実際に使用されている。当初は福島直也が編曲した3秒程度の短いバージョンが使用されていたが、2020年2月7日に、 中目黒駅と北千住駅を除く同線内の全駅で一斉に発車メロディの使用が開始された際に塩塚博が新規に編曲した7秒程度の長いバージョンに変更されている。2016年10月には HMV 限定、数量限定で12インチアナログ版が発売された。中央競馬の阪神競馬場で12月に行われる特別競争。 フォーチュンカップの本場は入場時に実際に使用される。それまでの AKB48 の楽曲に見られがちだった BPM150 から160のギターサウンドとは一線を画す1970年代 -80 年代的なディスコサウンドはリリース当初から AKB48 の楽曲の中でも音楽性に関する評価が高かった。音楽評論家の田中総一郎は 自身のツイッターでフィリーソウルっぽくて超いいドミナントで溜めまくるところのストリングスとか感想のアレンジとかほんといいなぁ激オーソドックスなコード進行も J pop 感まるでなしとそのサウンドを絶賛ミュージシャンの近田春は週刊文春2千十三年九月十二日号の連載近田春をの考えるヒットで派手なストリングスに女性コーラスリズム体というまさに ソウル、ダンスミュージック王道の編成ならではの魅力を論理の側から紐解いていったような一種見事なレプリカ、責任持って断言できるのは未来英語この曲が決して忘れ去られることのない、まさにマスターピースであると述べ、文筆家の安田健一もミュージックマガジンの連載、安田健一のこれがヒットか、において度がつく名曲と高評価を与えている。一方、 AKB48 のメンバーによる楽曲への評価は決して高くなかった。センターを務めた指原里野は2016年のアナログ版発売の際に行われた HMV レコードショップ新宿アルタのオープン記念内覧会において曲ももともとは好きじゃなかったと発言。高橋みなみもテレビでの対談番組でメンバー間でこれちょっと若い子は あんまり好きじゃなさそうかなぁと楽曲に不満を持っていたことを明かしている。しかし、秋元康だけはリリース前から絶対に流行るファンの皆さんみんなが踊ってくれる曲になると言っていた。発売から数年の時を経て楽曲が世間に評価されていく中でメンバー自身も好きになっていったという。桑田圭介は良い曲だし力強いね。としつつ。 一箇所だけね、そんな悪くないようなところのメロディーがちょっと、といった意見も述べている。恋するフォーチュンクッキーのシングル CD は、発売前日の2013年8月20日付け、オリコンデイリーシングルチャートで推定売上枚数約109万6000枚を記録し、初登場1位を記録した。この初日売り上げは、AKB48 自身のさよならクロール。 真夏のサウンズグッドの枚数に続く歴代3位の記録となった。AKB48 のシングルのミリオンセラー達成は桜の木になろうから13作連続通算14作目であり13作連続はビーズと並ぶ歴代1位タイ通算でもビーズにあと1作差と迫った。また集計初日のみでのミリオンセラー達成は AKB48 にとって さよならクロールから2作連続、通算5作目となった。同年9月2日付、オリコン週間シングルチャートにおいては、初登場で1位となった。AKB48 のシングルの1位獲得は、リバーから19作連続、通算19作目である。初週売り上げは、約133万枚に達し、オリコンシングルチャート歴代5位のセールスとなった。 公式メガボルトの撮影が行われた旧 HKT48 劇場前の通り恋するフォーチュンクッキーのミュージックビデオは関根光祭が手掛けた。2013年6月22日にファンから参加者を募った3800人のエキストラと共に当時の HKT48 劇場があったホークスタウンモールや福岡や福岡。 ドーム周辺の道路を封鎖しロケーション撮影を実施。その後、福岡女学院大学体育館で学生エキストラ500人弱とともにロケーション撮影を実施した。日本中からいろんな人々をパレードの参加者として募って踊りながら更新するという壮大なプロットに沿って撮影が行われ、パパイや鈴木が振り付けを担当した。その他、東。 福岡高等学校や柳橋連合市場、品川エトワある女子高等学校、レッスル武道館など、福岡県内を中心とした数カ所で撮影が実施された。映像では、関根監督の老若男女の中にプロレスラーもいたら面白いねという発想から、元プロレスラーの小橋健太が、現役レスラーの裁量に、ケニーオメガラと出演しているほか、福岡での大規模撮影には、 ニータン、リズミン、タカモンなど、センターポジションを務める指原の出身地である、大分県各地のマスコットも撮影に参加した。リリース当初は、48秒のダイジェスト版のみが、公開されていたが、2013年10月30日に、フルバージョンが、AKB48 オフィシャルチャンネルで公開されている。2016年8月12日、 YouTube でのミュージックビデオの視聴回数が1億回を突破した。これに伴って AKB48 公式サイトは再生1億回突破目前から特別仕様になっており、1億回再生突破後には画面のサイドスペースに現役の選抜メンバーの写真を施したものが登場した。2021年2月21日未明。 YouTube でのミュージックビデオの視聴回数が2億回を超えた AKB48 オフィシャルチャンネルにおいて AKB48 以外の人々が上記のミュージックビデオと同じダンスを踊った以下の動画が公開されている自主制作された非公式の動画も多数登録されておりその中からファンバージョンのように後から公式動画に認定されることがあるこのか。 上述の公式替え歌、飛び立て。フォーチュンクッキーも第1回号グローバルジャパンエキスポのイベントの模様と全国の留学生らによるダンス動画を編集したものが2014年2月13日に公式動画として公開されている。本楽曲をインドネシア語でリリースしている JKT48 の公式 YouTube チャンネルにおいても同様にフォーチュンクッキーインラブ。 フォーチューンクッキーアンメンシンタ、JKT48 スタッフバージョン、フォーチューンクッキー・イン・ラブ、フォーチューンクッキーアンメンシンタ、クタイスタッフバージョンが公開されている。また、活動会姉妹の TPE48 への加入が、内定していた AKB48 台湾、研究生の林と旧品館が、台北市の高校生たちと街で踊る、21所、高校一同緑庁、 ONTPE48A 編が公開された。さらに、本楽曲をタイ語でリリースしている BNK48 でも恋するフォーチューンクッキーが公開されている。動画の制作にあたっては、特に地方公共団体による公式動画が複数作成されているが、地方公共団体の問題点を中心とした調査報道を行っているニュースサイトのハンターは、 佐賀県庁バージョンや鳥取県バージョンにおいて、その制作過程で公式認定を念頭に置いた、公費支出の経緯が不明朗ではないかと指摘している。一方で、秋田県横手市バージョンのように、あえて公費支出ゼロを謳い、公式動画に認定されているものも存在するとも、指摘している。恋するフォーチュンクッキー愛の意味を考えてみた青空カフェ。 初回限定版と通常版の2種類が存在するが、収録トラックは同一。初回限定版と通常版の2種類が存在するが、収録トラックは同一。初回限定版と通常版の2種類が存在するが、収録トラックは同一。カッコ内は、AKB483 セカンドシングル、選抜総選挙における順位。AKB48 の姉妹グループである。 JKT48 は本楽曲を Fortune Kikki In Love フォーチューンクッキーメンシンタマイナスというタイトルでカバーしている。このカバー曲はグループの3作目のシングルとして2013年8月21日にヒッツレコーズから発売された。歌詞はサビの決め台詞以外は秋元の詞をインドネシア語に翻訳したものとなっている。楽曲のセンターポジションは 中川春が務めた。シングル版は通常版と劇場版がある。特典として通常版には選抜メンバー制写真1枚、劇場版には個別握手券1枚、トランプカード1枚が封入されている。また通常版についてはインドネシアでのリリース後に日本向け特別版がリリースされることとなり、こちらは特典として選抜メンバー性、写真1枚に加え、 高木秋、中川遥の生写真のうちいずれか一枚が封入されている。シングル収録トラック通常版劇場版、選抜メンバー当時 AKB48 の姉妹グループであった SNH48 は本楽曲を愛的幸運曲機のタイトルでカバーしている。このカバー曲はグループの3作目の EP として発売された。2013年11月25日に 北京版、同年11月29日に、上海版が発売された。歌詞は、サビの決め台詞以外は、秋元の詩を中国語に翻訳したものとなっている。楽曲のセンターポジションは、虚形期。楽曲の EP 版には、特典として、生写真1枚、握手会参加券、メンバー公式キャラクターシールが封入されている。EP 収録トラック選抜メンバー。 AKB48 の姉妹グループである BNK48 は本楽曲を恋するフォーチューンクッキーというタイトルでカバーしグループの2作目のシングルとして2017年12月20日に BNK48 オフィスから発売された歌詞はサビの一部以外は秋元の詩をタイ語に翻訳したものとなっている楽曲のセンターポジションはモバイルが務めたタイ国内でも 日本でのリリース後と同様に、ダンスを踊る動画が広まり、街中で同曲が流れる中で、人々が踊ったり、テレビやラジオでもヘビーローテーションされるなど社会、減少化した。また、太陽室の王女で、ラーマ九世の長女である、ウボンダットが自ら本曲を歌い踊る動画も、公開されている。YouTube でのミュージックビデオ再生回数は2018年4月に1億回を、超えた。 カップリングでは、パーティーが始まる予公演で歌われる、AKB48 の替え歌と、スカート、ひらりのカバーが収録されている。収録曲選抜メンバー AKB48 の、姉妹グループである MNL48 は、本楽曲を、ポー、イービィグ・フォーチューン・クッキーのタイトルで、タガログ語カバーし、グループの2作目のシングルとして2018年12月1日に発売された。 センターポジションは、シェキが務めた。シングル CD は、フィリピンのローソン店舗、及びオンラインショップ、ハローハローモールで販売され、2018年12月21日に配信が開始された。カップリングでは、言い訳メイビーと、ファーストラビットのカバーが収録されている。収録曲選抜メンバー、恋する、フォーチュンクッキーの歌詞を変更して、 恋する充電プリウスとしたバージョン。正式タイトルは恋する充電プリウス、恋するフォーチュンクッキーに、トヨタプリウス ZVW35 とのタイアップ曲で歌詞の内容もプリウス PHV に合わせたものになっている。センターはオリジナル同様、指原リノが務めるが、他のメンバーは大きく異なり、AKB48 チーム8のメンバーで構成され、名義は シハ原リーノウィズ AKB48 チーム8となっている。この曲はプリウス PHV のキャンペーンなどに使用される、標準語バージョン以外に6種類のご当地バージョンがあり、出身地に対応したチーム8メンバーが恋する充電プリウスを方言で歌唱する。恋する充電プリウスに関するカテゴリー、ありがとうございます。